DH-82A タイガーモスで、ハビランド DH-82 タイガーモスは、イギリスのデハビランド社製の練習機。愛称のタイガーモスとは、一人が乗いである。1920年代から民間で広く使用された DH-60 モスシリーズの軍用型として設計され、開発当初の名称は DH-60T モストレーナーだった。 初飛行は1931年10月26日。全木製の服用機で、基本的な外見はモスに似ているが、全席を囲う支柱を全部に移し脱出が容易にできるようにしたため上翼には浅い交代角が付けられた。エンジン乾燥に伴うカウリングの形状変更により、視界も改善された。固定式の膠着装置は、フロートやスキーに乾燥することができる。 1931年に採用されてから初等練習機として軍だけでなく民間の飛行学校でも数多く使用された。海外にも広く輸出され、デハビランド社の工場があるカナダ、オーストラリア、ニュージーランドでも生産されたほか、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデンではライセンス生産された。 第二次世界大戦中は主力練習機として多くのパイロットを育成する一方、前線では連絡機として使用され、ビルマ戦線において患者輸送用に改造された機体もある。戦後もしばらくの間は練習機として使用された後、多数の機体が民間に払い下げられた。これらの機体の中には現在でも飛行可能なものが相当数ある。総生産機数は 民間型を含めると8000機を超える DH-82C スラクストンジャッカルー。ありがとうございます。